私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。この藤田さんの対応に怒りを覚え、彼女の暴露をすることを決意したようです。藤田ニコル、落ち込むツイッターの裏には、ガーシーの警告？人に付き合うな。とんでもない暴走で被害拡大。しかくガーシー氏が藤田ニコルに怒りを示したわけ。ガーシー氏曰く、藤田とはプライベートでもよく遊んでおり、ガーシー氏が手掛けていたアパレルブランドのファッションショーにも出てもらった仲だったようだ。そういった関係性もあり、藤田とコラボしたいとオファーしたところ、多分ダメだと思うよ、無理じゃない、と断られたという。ただ断るだけだったらよかったものの、藤田が、この子だったら出てくれるんじゃない？と別の有名人を提案してきたといい、これがそういう立場ちゃうやろ。他人を勧めるんやったら他人に対しても失礼やし、人をアテンドすんなよ、とガーシー氏の逆鱗に触れてしまったようだ。この藤田さんの対応に怒りを覚え、彼女の暴露をすることを決意したようです。ただこれまで他人を売るようなことをしてきたのはガーシー氏自身ですから、どの口がいいのかと呆れてしまいますよね。人をアテンドすんなよはもはやギャグ。ガーシー氏の怒りを買ったことが影響しているのか、藤田さんが弱音を吐くようなツイートをしたことが一部で話題になりました。今年2月、暴露系ヤトゥーバーとして一気に注目を集め、一時はダークヒーローとして絶大な支持を集めた NHK 党のガーシー参院議員51。しかし、7月の参議院選挙で当選したものの、これまで一度も国会に出席していないことが問題視されており、12月9日には、立憲民主党の斉藤義隆参院国対委員長59が、議員である以上国会に出席すべきだ、と指摘。議長の召集状が出されても出席しないなら懲罰委員会の検討などを含めた段階に進んでいくだろうと思うと、述べその包囲網はさらに狭まりつつあるようだ。そんな中にあっても、有料オンラインサロンでの有名人に対する暴露は未だに熱心に続けている。12月15日には、モデル女優アナタレント編、と題し、今後暴露していく女性有名人の名前を挙げて短歌を切ったが、その中には藤田ニコル、24、の名前もあった。近くガーシー氏がやっているのは、当たり屋みたいなこと。藤田は12月12日に自身のツイッターを更新して、生きづらいね、とつぶやき、その約5時間後、生きづらい、とつぶやいたら、じゃあ死ね、っていう人や、私もです。とか、いつも応援してますよ、と共感してくれて優しい言葉をかけていただいたり、バラバラで面白いね、ストレスがぎゅっと詰まって落ち込んだりするけど、みんな同じように抱えてると知ると、私も頑張ろうと思えるよね。吐き出すって大事だったわ、と綴った。生きづらいとつぶやいたら、じゃあ死ねっていう人や、私もです、とか、いつも応援してますよ、と共感してくれて優しい言葉をかけていただいたり、バラバラで面白いね、ストレスがぎゅっと詰まって落ち込んだりするけど、みんな同じように抱えてると知ると、私も頑張ろうと思えるよね、吐き出すって大事だったわ。生きづらいとつぶやいたら、じゃあ死ねっていう人や、私もです、とか、いつも応援してますよ、と共感してくれて優しい言葉をかけていただいたり、バラバラで面白いね、ストレスがぎゅっと詰まって落ち込んだりするけど、みんな同じように抱えてると知ると、私も頑張ろうと思えるよね、吐き出すって大事だったわ。確かに、彼女がかつてガーシー氏とつながりがあったのは事実で、一時期、ガーシー氏主催の飲み会に顔を出していたといいます。ガーシー氏のオファーにも、藤田さんは無視するではなく、しっかりと対応している。ただ、そのこと自体を暴露されてしまったわけです。藤田さんのファンにとってみれば、ニコルンにはガーシーと一切関わってほしくないといったところでしょう。ガーシー氏とつながりがあること自体が藤田さんにとってはマイナスに働きますし、もしかするとそのことでつい弱音が出てしまったのかもしれません。近くガーシー氏の言動は全てがブーメラン状態に、懲罰委員会も検討され、議員声明にも起信号が灯っていると言えそうなガーシー氏。今ではその暴露もネットニュースで取り上げられることはほとんどなくなり、影響力も失われつつある。
芸能人の暴露や岸田文雄首相を65を批判したところでやっていることは全部が全部ブーメラン状態ですからね。そんな人物が毎月の議員報酬に加え冬のボーナス314万円を受け取っているんです。彼に投票した人も裏切られたという思いでしょうし、ダークヒーロー的な活躍を期待する人も激減しているのではないでしょうか。現在やっていることは当たり屋のようなものですし、定期的に被害者が出る。藤田さんにはそんなことは気にしないで、今後もニコルンらしさを発揮していってほしいですよね。ニコルンの変わらぬ活躍を期待したい。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。